プラス専属元高校球児だが、マジシャンの道を目指すため、高校1年生でプロとして活動の幅を広げた。北海道出身である主に北海道を中心として様々な場所でパフォーマンスを行っている。マジックを始めたきっかけは、小学2年生の時。だが、野球も両立していたので、中学校から公式チームに所属。野球が本業となった。 後に高校野球に没頭する毎日だったが、マジックの道に進むため野球生活に終止符を打った。UU プラス主催、スポカルという大きいイベントではレギュラー出演中。彼のマジックはマインドリンクといった記憶と記憶をつなげることができる。初恋の相手や好きな食べ物もすべての記憶をつなげてしまうという脅威のマジックだ。 デートイコール2020年4月現在活動している一部としては、佐藤屋会と呼ばれる教会の年に一度行われる交流会で、ボランティアで子供たちにパフォーマンスを行っている。人を笑顔にすることに関しては、絶対の自信があり北海道ナンバーワンを目指している。北海道のメディア出演で、今日時、ニオファーを受け二度目の出演をきっかけに、マジックバートリックにも出演中。 その時共演したのが、北海道最大級のマジックバートリックの店長でもあり、テクニックでは群を抜いている、マジシャン翼と副店長マオと共演し、マジックバートリックのメンバーとしてチームに加わった。ありがとうございます。